こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。静粛性では、世界でもトップの海上自衛隊潜水艦。その中でもトップなのが、そう、竜型潜水艦の11番艦と12番艦の雨竜と、東竜潜水艦でしょう。静粛性に加えて、新たに機動性が追加艦隊は、ステルスと名実ともに、世界でもトップと言える。今回は、その世界でも、トップクラス潜水艦の先行進度について考察してみた。諸外国カタログ値で比べてみました。それよりも性能は各国いいでしょうから。日本が世界に誇る潜水艦、双竜型は、どれくらい優秀なのか、考察してみた。しかし、非公開情報ばかりで、一般公開されていない、潜水艦情報であるのが難点だ。優れた性能の一つとして、まず挙げられるのが、潜水深度だ。通常潜水艦が、どれくらいの深さまで潜れるのかという情報は、機密となっている。ただし、輸出用潜水艦は販売用であるため、性能もオープンになっている。お隣韓国が運用する現役潜水艦は、ドイツ製の209型と214型で、両タイプとも、非原子力推進の通常動力型潜水艦である。潜水深度は、交渉で、209型が約 300M、214型が約 400M と言われている。世界中の潜水艦の中でも、そう、竜型潜水艦は、トップクラスの潜水深度を誇っていると言われており、当然、ドイツの209型や214型をはるかに、しのぐことは間違いない。もちろん、深く潜れる方が、任務遂行に、効率的であるには違いないが、潜水深度が数字として、公式発表されることは、この先もないだろう。潜水艦の能力として、機体の音を出さないということも重要ポイントである。第二次世界大戦中、ドイツの潜水艦 U ボートを探索するため、連合国側は、聴力で優秀な専門職員を配置させ、終日海中の音に、耳を澄ませるようにさせたという有名な話がある。敵の潜水艦が起こす微量音を聞き逃さないようにするためだった。潜水艦内部の人の動きや呼吸音すら慎重にするという緊張したシーンは、映画などでもよく取り上げられるが、実際に静粛である潜水艦が優秀であるということは本当である。2018年12月に起こった事案で、韓国駆逐艦による日本の P1 哨戒機へのレーダー照射問題を覚えているだろうか。韓国駆逐艦が数回にわたって安全空域を維持しながら飛んでいた P1 哨戒機に対してレーダーを照射し、偶然だという韓国の主張と複数回の照射は偶然とは思えないという日韓政府の言い分が真っ向から対立した事件である。対潜水艦とも言える P1 哨戒機ではあるが、海上の飛行機から発見されるような潜水艦があったとしたら、その艦は決して優秀とは言えない。しかし、中国製潜水艦は P1 哨戒機で見つけることができると言われている。P1 哨戒機ならば発見した
中国製潜水艦の潜水深度を知ることもできるだろう。海上自衛隊が保有する双流型潜水艦は、限りなく深くまで潜水が可能な潜水艦と言われている。もっとも、すべてのデータが漏洩されない方が、何事も有利に進めることができる。相手に長所や短所がすべてバレることは、人であっても避けたいものである。潜水艦の場合、大きな原動音を出すことにより、探索されて発見されてしまう可能性が高くなる。他国に見つけられないようにするため、この潜水艦は、出来が悪いとわざと公開しておくのも、敵国を油断させるという点では効果的なのかもしれない。中国潜水艦は、そんなことをできるようなものではないと考察する。最新式の海上自衛隊保有の双流潜水艦は、従来使用していた鉛三電池から変更し、世界初のリチウムイオン電池 GS 湯浅開発を搭載した通常動力型の潜水艦である。リチウムイオン電池の蓄電量は、鉛三電池の2倍以上と言われており、その分、水中航行能力も高くなり、潜航時間も大幅に伸ばすことができるというわけだ。その潜水深度や速度、静粛度も気になるポイントである。諸元としては、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、基準排水量2950トンで、水中速力は約20ノットと公表されており、潜水深度世界トップクラスと言われている。また、双流に続いて、双流型の最終潜水艦として建造された12番艦が、双流である。2019年11月6日にその命名、進水式が、川崎重工業神戸造船所で行われたことをご存知だろうか。ちなみに、海上自衛隊の潜水艦は、三菱重工業神戸造船所と、川崎重工業神戸造船所が、学年交互に建造している。海上自衛隊は、双流が就役し、護衛艦48隻、潜水艦20隻の体制を整えた。そして、2018年12月に閣議決定された新たな防衛大綱に基づき、これを護衛艦54隻、潜水艦22隻に造成することを目標にしている。海地7隻目のイージス艦となる護衛艦、マヤも2020年3月に、就役している。数少ない潜水艦情報の中で、いろいろと想像することは、簡単であるが、実際にどのぐらいの性能を、持っているのかは、全くわからない。謎に包まれたベールが、マニアからしてみれば、引き立てられる要素とも言える。世界共通認識では、原子力潜水艦なら、30ノットということになっているのだが、双流型潜水艦は、どのくらいの速度を出せるのか、全くの未知数である。特に、11番艦、双流と12番艦、双流においては世界初のリチウム電池搭載型ということもあり、これからも注目して見ていきたい。当然、どこの国よりも深く潜ることができて、より速いスピードが出る。潜水艦の方が海底では有利なのは自明の理である。
我が日本は四方を海で囲まれている島国であり、日本の周りには豊かな漁場がある。コロナ禍においても中国や韓国の漁船が違法操業を言っており、国内の漁業関係者や海上保安庁も悩まされていることはご存知のことでしょう。潜水艦の話題は日本人にはあまり知られることもなく、よっぽどのことがない限りニュースにも取り上げられない。仮に中国や韓国の原子力潜水艦が領海内に頻繁に来ているとすれば、日本の海底を守ってくれるのは双竜型潜水艦ということになる。2018年1月12日に尖閣諸島で中国原子力潜水艦が海面に上昇し、国旗を上げたことを覚えているだろうか。その実態は、海底での戦闘で日本の潜水艦に負けた中国艦がやむなく海上に出てきたのではないかと言われている。そうだとすれば、国旗が白旗であったと言っても過言ではない。海底の戦闘シーンを想像しただけでもワクワクする。中国原子力潜水艦は貧弱で性能が悪いものとも考えられないが、優良な艦だとも言い難い。中国潜水艦の性能が低いわけではなく、むしろ日本の潜水艦が優良すぎるのであろう。これ以上、中国や韓国の好き勝手に日本海域を荒らしてほしくないと強く願う。